活動が多いのはやっぱ大阪、神戸、高松って感じですか？そうですね、結構やっぱ関西が多いんですけど、うん、月に1回関東は行ってて、他県とかも呼ばれたりとかもあったりして、最近今高松で行ったりとか。これ海外 の、 プレイヤーの人がタオル来るためだけに作ったタオルで、ここグリップ力とかあったりしてて、まあ、でもでっかいんで、正直日本のサウナとか、サウナ施設をより居心地よくするサウナ室の支配人みたいな感じですね、割と。僕がもともと始めた理由っていうのも、そんなにちゃんと熱波師って方がいらっしゃらなくて、なんかまだ職業としても成り立ってないですし、青いでこのままバー、じゃあバーって変えるっていうだけもちょっと寂しいなっていうのも思ってたり、熱波師とかアフリーサーとしてできることはまだまだあるんかなっていうのは、そうですね、日々模索してますけど、まあ面白いですね。何が一番やっぱその求められてるかって言ったら、そのなんか人間の人間味っていうか、その、そのやったらやっぱ機械でオートロールでバーって出てるだけでいいはずなところを、やっぱり人がやってもらうなんか温かさみたいなのは、やっぱみんな求めてるから人気があるけどなっていうのと、やっぱり必ずしもめちゃくちゃ多いだりとか、すごい技をすればするだけいいとかってわけじゃなくて、お客さんが何求めてるかとか、どうやったらしんどくないかとか、だからお客さんを見て、終わった後もクールスイングって言って涼しい風送ったりするんですけど、そういうほんまに最後までずっと見守ってあげて、体調管理するっていうのが一番かな。チャーシューになった気分です。そうですね、ベーコンかね、だってバンド一緒なんですけど。